さて、語源ルートの、コードフォームいかがでしたでしょうか。やっぱりエクササイズなんかもね、やってみると細かいところ、いろいろとポイントはあったと思います。ただあまりにも、こう完璧さを、ね、求めすぎると良、くないこともありますので、このぐらいでいいかなと、もしくは、例えば半年後になってればいいかなという感じで、少し、気軽に、やってみてもらえたらなと思います。ということで今回はこの辺で。